여러분안녕하세요武田明子です。今日はスーダンについて意味用法をいくつか見てみたいと思います。基本単語のスーダンはたくさんの意味があります。まず書くという意味がありますね。イルギルソヨ、日記を書きます。帽子をかぶるなどの意味でも使います。モジャルソヨ、帽子をかぶります。アンギョンルソヨ、メガネをかけます。ウサヌルソヨ、傘を差します。そして使うという意味もあります。トグルソヨ、道具を使います。サムオヌルソヨ、事務員を雇います。キョンビルソヨ、経費を使います、などのように使います。面白い使い方にヌミョンルソヨ、濡れ衣を着せられる。オクチルソヨ、ダダをこねる、などのような使い方もあります。このスダはスルテオプシになると無駄に、いたずらにという意味になります。スルテオプシコチョンマンハゴイッソヨ、無駄に心配ばかりしています。そしてスルモになると使い道という意味になります。이것은여러가지쓸모가많은물건이에요。これはいろいろ使い道がたくさんあるものです。そして쓸모없다で使い道がない、쓸모있다で使い道があるというふうな使い方もします。また쓰다は形容詞として苦いという意味もあります。이약은써요、この薬は苦いです。イビソソモンモッケッソヨ、直訳すると口が苦くて食べられませんという意味ですね。これは体の具合が悪くて何も食べられない、食欲がないという時にこんな表現をするんですね。面白いですね。またツンキョンホムルヘッソヨ、苦い経験をしました。このように日本単語のスダはたくさんの意味があります。確認して用例で覚えてみましょう。오늘은이상입니다。안녕히계세요。